武田勝頼、武田勝頼、諏訪勝頼は、戦国時代から安土桃山時代にかけての開国の、戦国大名、開武田や第二十代当主、通称は四郎。当初は、諏訪氏、高藤諏訪氏を継いだため、諏訪四郎勝頼、あるいは、品の国稲谷の高藤城主であったため、稲四郎勝頼とも言う。または、武田四郎、武田四郎勝頼とも言う。 来は、諏訪の通じで、勝ちは、信玄の陽名、かつ千代に由来する変記であると考えられている。父、信玄は、足利義明に簡易と変記の授与を願ったが、織田信長の圧力によって果たせなかった。そのため正式な簡易はない。信濃への両国拡大を行った、武田信玄の諸子として生まれ、諏訪を継ぎ、高遠城主となる。武田氏の成着である、 武田義信が拝着される時計師となり、元気四年1573年には、信玄の死により、家督を属する。強硬策をもって、両国拡大方針を継承するが、天正三年1575年の長篠の戦いにおいて、織田、徳川連合軍に敗退したことを契機に、両国の動揺を招き、その後の上杉氏との公越同盟、 佐竹氏との交差同盟で両国の再建を図り、小田氏との高校は世も模索し、会の本国では新不城への不注意点により、両国維持を図るが、小田信長、徳川家康らの反抗、公衆性罰を受け、天正十年、1582年3月11日、着南、信勝と共に、天目山で自害した。これにより、平安時代から続く会、武田氏は、 戦国大名家としては滅亡した。近世から近現代にかけて、神格、英雄化された信玄との対比で、武田氏滅亡を招いたとする否定的評価や、悲劇の投手とする肯定的評価など相対する評価がなされており、武田氏研究においても、単独のテーマとしては扱われることが少なかったが、近年では新浮上の発掘調査を契機とした。 勝頼政権の外交政策や内政、人物像など多様な研究が行われている。天文十五年、1546年、武田春信、信玄の四、男として生まれる。生誕地や行きつき日、陽明は不明。母は信虎後期から、春信初期に同盟関係であった、品野国諏訪領主、諏訪頼主の娘、諏訪後領人、実名つまびらか。 犬福音殿。武田氏は、勝頼の祖父にあたる信虎紀に、諏訪氏と同盟関係にあったが、父の春信は、天文十年、1541年6月に、信虎を追放する形で家督を相続すると、諏訪氏とは、手切れとなり、天文十一年、1542年6月には、諏訪信仰を行い諏訪よりし高ら諏訪一族は滅亡する。信は、 諏訪山東の高東来、次らの反乱に対し、頼重の維持、千代宮丸、虎王丸を奉じて、諏訪維新を急行し、来次を制圧する。春信は、側室として、諏訪御領人を、武田氏の居城である甲府の筒子が先館へ迎え、天文15年、1546年に、勝頼が誕生する。頼重維持の千代宮丸は、 諏訪総領家を相続することなく廃着されており、同年8月28日には、千代宮丸を擁立していた、諏訪光隆が切腹を命じられており、反乱を企てていたと考えられている。筒子笠期間で母と共に育ったと考えられているが、武田家着男の吉信や次男、信近、龍だからに関する記事の多い、高城再起においても、 勝頼や諏訪御両人に関する記事は見られず、宇バや森役など幼年期の事情は不明である。なお、紅葉軍艦では、勝頼出生に至る経緯が詳細に記されているが、内容は疑問視されている。信玄が諏訪御両人を即室に迎えることには、武田や中でも根強い反対があったとも考えられている。信玄は、品の信仰を本格化して、 越後国の植杉氏と対決し、永六五年1562年には川中島の戦いにおいて、信の平定が一段落している。信玄は品の支配において、旧速に市場いる継ぐさせて懐獣する政策をとっており、勝頼の異母帝である森信は、信の西名氏を継承して、親族衆となっているが、勝頼も同年6月に諏訪家の御王席を継ぎ、諏訪氏の通事である。 来王ナノリスは白を勝頼となる、武田氏の通詞である、真を継承していない点が注目される。勝頼は、後米門も上羅八名の家臣団をつけられ、武田信とらと共に、親族衆に劣せられている。勝頼は、城代、秋山虎主家、信とに代わり品の高登城主となり、勝頼の高登城入城に際しては、馬場信房が城の改修を行う。 勝頼期の高藤領支配は3点の文書が残されているのみで具体的実情は不明であるものの独自支配権を持つ市場領として機能していたと考えられている。他、自席として高藤憲福寺で行われた諏訪御領人の十七回期や a 六七年1564年に諏訪二のみや小野神社に盆章を奉納したことなどが見られる。人は A66 年、1563年の上野美濃は、白攻め、武蔵松山白攻めとも、長野市の家臣、藤井豊子が、物見から帰るところを追撃し、城外鎮山にて組打ちを行い討ち取った。その後の美濃和城、倉賀の白攻め等でも、功を挙げた。その後、新元晩年期の戦のほとんどに従軍し、武蔵滝山白攻めでは、宝城を討じてるのかろう。 諸岡山城守と三度槍を合わせたとされ、小田原城攻めからの撤退戦では殿を務め、松田則秀の家老、堺十三衛門の城と馬城で一騎打ちを行ったと、される。A68 年、1565年、イボアニで武田家後継者であった、吉信の家臣らが、信玄暗殺のつ計りごとのため処刑され、吉信自身も遊兵されている。同年月には、 勝頼と大有の織田信長養女、リュ院との婚礼が進められており、この頃の信玄は従来の北進戦略を変更し、織田家と同盟して、品の信仰や東海方面への信仰を具体化しており、時計のリだからは、生まれつきの盲目のために出家し、三兄の信行は養成していることから、勝頼が信玄の使命で後継者と定められた。A60 年。 1567年、高藤城で正室の龍勝因院伝との間に、着南、武王丸、信勝が誕生する。元気2年、1571年2月には、甲府へ召喚され、おじの武田信門が、高藤城主となっている。同年9月16日、正室、龍勝因院伝が死去している。勝頼は、稲村聖英文城、富沢平蔵の両名を、 高野山政経院へ派遣し、竜勝陰殿の供養を行っている。武田氏は、相模アート法氏と交渉同盟を結び、諸勢力と共に、将軍、足利義明の信長法囲網に参加し、元気三年、1572年には、正常作戦を開始するが、勝頼は、武田信豊、穴山信君と共に大将を務め、 同年11月に徳川方の塔頭見二又城を攻め落とし、12月の三方ヶ原の戦いでも、織田、徳川連合軍と戦う。元気4年、1573年4月12日、信玄が正常作戦の途中で病死したため、武田勢に福祉家徳を相続し、武田氏第20代当主となる。しかし表向きは信玄が隠居し、 勝頼が家督を相続したと発表されていた。信玄の死により、織田信長、徳川家康らは窮地を脱した。そして、信長は将軍である、足利義明を河内国に追放した。同年の天正への改元後、さらに、越前国や大御国に攻め入って、朝倉義景、浅井長政滅ぼした。また家康も、武田氏に従っていた。 三河国産幹部の参加三下味方衆の奥平貞義、貞田正親子を寝返らせるなど、信玄存命中は主勢であった、織田、徳川連合軍の逆襲が始まった。これに対して勝頼は、勢力拡大を目指して、外政を実施する。天正2年、1574年2月、東美濃の織田領に侵攻し、明治城を落とした。信長は、嫡男、織田信忠と共に、 明治城の小爪、援軍に出陣しようとしたが、それより前に、勝頼が明治城を落としたため、信長は岐阜に撤退した。6月、東東海国の徳川領に侵入し、信玄が落とせなかった皇天神城を陥落させて、上昇、小笠原長忠を下し、東,東、東海をほぼ平定した皇天神城の戦い。さらに9月、 天竜川を挟んで家康と大陣、その後浜松城に迫り、浜松城下に放火した。天正三年、1575年、勝頼は、千年、徳川家康に寝返った奥平親子を討伐するために、兵一万五千、一節には八千から一万を引いて、三河国へ侵入し、五月には奥平信政が立てこもる長篠城への攻撃を死する。 しかし、奥大螺勢が前線する、長篠城は、武田軍の攻撃を支え、長篠城攻略に時間を費やすこととなる。そして、織田信長、徳川家康の連合軍およそ3万8千、一節には、織田軍1万2000、徳川軍4000が、長篠、下田が原に到着し、馬防策を含む、陣城の構築を開始した。これに対し、勝頼は、長篠城の抑えに、 兵衛三千を残し、主力一万二千、一節に兵六千を引いて、下らが原へ進出し、小田、徳川連合軍と対峙する。長篠決戦前日の戦闘で勝利していたこともあり、武田軍の士気は高かった。しかし、もはや野戦ではなく、むしろ工場戦に近い状況。工場戦は、より単純な兵力差が影響するを感じ取った、信玄以来の重鎮たちは、 撤退を進言したという。しかし、勝頼は、織田、徳川との決戦を選択し、5月21日、早朝に開戦することとなった。5月21日、午前6時頃から午後2時頃まで、戦闘は続けられるが、数で劣る武田軍では、連合軍防五人の犠牲となった、土屋商事が戦死する。攻めの勢いを喪失したその後、武田軍は、 そう崩れとなるが、敗走する中で、馬場信春、山形正影、内藤正豊、原正影、真田信綱、正輝兄弟等、少子を失ってしまう。また、本戦に先立つ飛びのストリでの攻防戦では、首相の河久保真実、西江草正貞、森友などが、その直後に引き続き行われた、長篠城近辺の戦闘で、高坂翔都が戦死している。 勝頼は、菅沼忠だ市中に助けられ一時的に、武雪城へこもったが、稲組へ退却した。この敗北で、武田軍は1万人以上の死傷者。一説には、武田家千、織田徳川連合軍600の損害を出したと、言われている。長篠の戦いによる、敗退後、織田、徳川軍はさらに反抗を強め、奥三河の民根城、武雪城、作手城を奪還。 天正三年1575年6月に徳川家康は東東海二股城を包囲し犬谷の光明城を攻撃した犬谷を制圧すれば武田の東東海進行ルートと二股城の補給を遮断することが可能だった家康旗本州の活躍により勝頼から犬谷防衛を任せられた天野富秀は光明城を明け渡して撤退した 犬谷の制圧を終えた家康は後天神城の補給拠点として機能していた諏訪玄城を攻撃した。8月には諏訪玄城を落城させ巻きの玄城に改名した。勝頼は戦死した山形正影の後任として穴山梅雪を江尻城代とし春縁の防衛を委ねた。家康が諏訪玄城を攻撃した際、2000の駿河州が大井川を渡り、 家康と対峙している。徳川軍はさらに小山城を包囲するが、勝頼は8月中旬に1万3千の兵を率いて、小山城へ出兵したため、徳川軍は撤退する。二股城と皇天神城への補給を終えた勝頼は、甲府へと帰還した。長篠合戦以後、三河国から武田方が締め出されたのを皮切りに、天正三年11月には、信長の加盟を受けた。 着南、織田信忠を総大将とした、織田軍によって、東美濃の岩村城を陥落させられ、織田方に降伏した、飯田城代、稲軍代である、秋山虎重は処刑された。東東海国でも、12月24日に、徳川軍の包囲に耐えかねた、二股城が開城し、与田信重が皇天神城に撤退したことによって、皇天神城が立した。翌天正四年、 1576年春に勝頼は、皇天神城救援のため東東海国へ出兵し、徳川方の横須賀城を攻める。紅葉軍艦によれば、城主の大須賀安高の交戦により、勝頼は、相良城へ撤兵した。天正五年、1577年ルー7月には、徳川家康が皇天神城を攻めると、勝頼は7月19日に出兵し、9月22日に、 江尻城へ入る。10月20日には小山城を経て大井川を越えると、10月20日ににおいて徳川方と交戦する。勝頼は10月25日に撤兵している。天正6年1578年3月3日に徳川栄康は駿河電中城を攻撃し、7月15日には皇天神城攻撃の拠点となる横須賀城を完成させている。 勝頼が、越後上杉氏の大盾の乱の発生により、新越国境へ出兵中の8月に家康は、小山城を包囲し、田中城への攻撃を開始する。このため、勝頼は、越後国から撤兵すると、10月に田中城、高天神城へ入る。11月3日には、横須賀城へ進行し、家康と交戦している。その後も両軍は交戦し、 10月17日には、島田、10月19日には、太をで合戦があり、勝頼は、田中城へ撤兵している。長篠の合戦後、武田氏は、両国再建のため、一後上杉氏、相模跡北条氏との同盟強化に着手する。信玄後期に跡北条氏とは、交渉同盟を復活し、上杉氏とは、本格的な軍事的衝突こそないものの、緊張関係がいていた。 天正三年、1五百七十五年、木の国に亡命していた、将軍、足利義明が、武田氏、甲斐、ご法上氏、相模、上杉氏、越後三社の間での和睦をするよう呼びかける。交将、小見は、長篠の敗戦後、上杉謙信との和睦を模索していた勝頼にとって、義明の上位は渡りに船であった。九月二十八日には、 義明側近の一式義長に対して、義明の和睦案の受け入れを表明した。謙信は、武田との和睦には、反対しなかったが、北条との和睦は拒絶した、上越志氏、あと北条、上杉間の不安により、交渉、古志美和は実現しなかったものの、武田と上杉の和睦は10月中に成立しており、長篠の敗戦とその後の織田。 徳川の構成によって窮地に立たされていた勝頼は、外交状況の改善に成功した。天正四年、1576年、足利義明が、秋国の有力大名、毛利輝元の勢力圏である、ビンゴ国とも要害に下校した。5月には輝元が信長との同盟破棄に踏み切る。6月16日に、輝元挙兵を知らせる書状を受け取った勝頼は、武田、 毛利官の同盟を求める書状を送った。同時期に吉明は、武田、北条、上杉の三者に、交渉、星美和を命じるお内ち書きを再度下している。前年とは違い、この時は、照本の添え状付きであった。9月16日にも勝頼は照本に対して六家条の軍役条目を送っている。この頃に、毛利氏との間で同盟が成立したと考えられる。 工芸同盟。勝頼は、上杉氏とは、足利義明を間に挟んで、和睦継続を確認し、天正五年、1577年正月22日に、北条氏政の妹、北条夫人を皇室に迎えるなど、双方と外交関係を強化していたが、上杉、ご北条間の外交関係は、険悪な状態が続いていた。翌天正六年、 1578年3月13日、越後国で、上杉謙信が病死すると、北条氏政の弟、東園との説もあるで、上杉氏に養子として出されていた、上杉影虎、九名、北条三郎と謙信の老いで養子の上杉政の、間で家督を巡りお盾ての乱が起こる。勝頼は氏政から影虎支援を要請され、5月下旬には、武田信とよらを、 新越国境へ派遣し、6月29日には、自らも越後国へ出兵し、継承、影虎間の調停を試みる。継承方から和睦が持ちかけられると、これを受け入れている。これにより勝頼よりは、継承と和睦し、条件であった、上杉領を接収すると、一方で影虎方との和睦調停も継続し、8月19日には、春日山城において、 両者の和睦を成立させる。勝頼は徳川家康の小山城、田中城への攻撃を受けて8月27日に帰国する。その間に、継承、影虎間の和睦は破綻し、天正7年、1579年3月24日には、継承方の勝利により乱は収束する。勝頼は乱の終結において、明確な継承支援は行っていないが、 これにより、後北条氏との関係は険悪化する。同年9月に、両者は手切れとなり、交渉同盟は破綻し、両国を接する。駿河、伊豆、上野方面において、抗争状態に突入する。後北条氏は、徳川家康と同盟を結び、駿河国において、武田氏は、強撃を受ける事態に陥った。これに対し勝よりは、妹の菊姫を継承に嫁がせ、 上杉との関係を軍事同盟に発展させるが、高越同盟、内乱後の深刻な後遺症により、上杉両国外への影響力は失っていた。そのため高越同盟は、大北上同盟でなく対、織田信長の協約として機能し、勝頼は、同年10月8日に、日立国の大田山岳祭を介して、佐竹義重との同盟交渉を試み、交差同盟を結ぶ。 さらに、里見義寄や小弓久保らとの連携を模索し、後北条氏に対抗する。ことに、上野戦線では、真田正幸の活躍もあって北条方を圧倒した。一方、織田信長との関係は、長篠の戦い以降は、昇降状態が続いており、勝頼は、佐竹義重を介して信長との和睦を模索する、後校はよ、天正七年十一月十六日には、 信長養女を母とする嫡男、信勝への関東創生を行い、信勝は元服している。天正七年、1579年2月には、上野国馬矢橋城の城代、北条隆弘が、武田方に降伏している。4月23日に勝よりは、駿河江尻城へ出兵すると、4月25日には、皇天神城に近い国安に本人を置いた。 家康は馬伏塚城から見つけに本陣を置くと、両軍は退治し、勝頼は4月27日に国安から撤兵し、4月29日に大井川を越えると5月24日に甲府へ帰還した。前年の大立の乱、交渉同盟の崩壊を経て、天正7年7月には東上野に出兵し、敵対関係となった北条氏国と退陣している。 紅葉軍艦によれば、宇治区には、八方、秩父州を率いて、武蔵広城、大仏城を陥落させ、これに対して勝頼は、西上の州を率いて、領城の奪還を試みるが、兵を率いている。同年9月には、徳川、北条間に同盟が成立し、北条宇治政が沼津から三島へ進行し、9月13日に、勝頼は、駿河稀勢川において宇治政と退陣する。 家康も宇治政に同調し、遠目坂木、持船城を落城させ、結い、倉沢へ進行した。勝頼は10月に、江尻城まで兵を引き、家康を待ち構えると、家康は撤兵した。12月9日には、甲府へ帰陣する。天正8年、1580年3月に宇治政は、伊豆口へ進行すると、足柄峠へ不人する。4月には、 梶原備前上率いる北条水軍が沼津へ進行すると、勝頼は、浮島が原へ不人すると、伊豆沖で、武田水軍に北条水軍を迎撃させた。同年9月に勝頼は、東上野へ出陣し、利根川を越えると、新田金山城を攻め、全城を落とした。全城での戦いは、全城素肌攻めと言われており、紅葉軍艦によれば、 もともと勝頼が平服で視察していたところ、酒によって喧嘩をしていた、前城の城兵が、武田軍に襲いかかってきたので、勝頼は反撃して城を攻撃し、落城させたのであったという。天正九年、1581年正月に、勝頼は、現在の韮崎市中田町中城に新たに、新府城を築城し、辻ヶ崎館、 洋外山城の所在する甲府城下町からの本拠移転を開始した。一方、後北条氏に対しては、同年3月14日には、佐竹義重を介して、安保国の里見義頼とも同盟を結んだ。3月22日には、徳川軍の攻撃によって、皇天神城は窮地に陥るが、皇天神城の戦い、この頃、 信長との和睦を試みていた勝よりは信長を刺激することを警戒し、小爪を派遣することができずに城は落城した。皇天尋常を小爪を送らず見殺しにしたことは、武田家の威信を致命的に失墜させ、国人衆は大きく動揺したという。また、小田氏はこれを契機に皇天尋常落城の権限を行い、小田、徳川からの調略が激しくなり、日頃から、 不仲な一門衆や日寄り見の国人の造反も始まることになる。3月29日、伊豆久しりクリ九ッ津において、武田水軍は、梶原美前下率いる北条水軍と戦い、勝利する。武田水軍はさらに、伊豆半島の西海岸を襲撃した。5月に勝よりは、東東海国へ出兵している。同年九月も勝頼は、伊豆国へ出兵し、十月には、と、 北条法の笠原聖行、新緑郎が守備する寸東軍徳倉城を攻める。聖行は交戦するが、11月には、聖行が武田方に内通したため、勝頼は、駿河沼津城の城代である。曽根川内守を援軍として派遣し、勝頼自身も伊豆へ出兵すると、三島に本陣を置く、北条宇治政と退陣した。12月24日には勝頼は新府城へ移る。 勝頼は、信長との和睦交渉を継続し、前年には、勝頼側近の大流寺林学らと協議し、武田家に、人質として滞在していた、織田信房、五宝丸を、小田家に返還し、信房を仲介に信長との和睦を試みた、高校はよ。一方、信長は朝廷に働きかけ、大木町天皇に、勝頼を、当意、イコール朝敵と認めさせ、岩清水、 ヤワタグーなどの有力寺社で祈祷が行われるなど、武田氏討伐の格好の大義名分を得ていた。信長は、勝頼殿は僕を目殺し、十二月には、翌天正年、0年、1582年に、武田両攻撃を家臣に通告する。天正年、0年、1582年2月、信玄の娘婿で木曽口の防衛を担当する、木曽吉政が、美濃国の豪族、 遠山智忠に仲介を頼み、岐阜の織田信忠に忠誠を誓った。吉政は、弟の上松倉人を人質として、美濃に送った。同時期に、寸図国境を守る曽根川内守と江尻城代、穴山梅雪が、織田、徳川氏に内容を約束している。勝頼は、外籍の基礎の反逆に対し、人質を処刑した上で、武田信とを対象とする基礎討伐の軍勢を、 送り出した。しかし雪に阻まれ新軍は困難を極め、吉政が沈弁し、武田への忠誠を約束したため、討伐軍は新軍を停止した。その間に、織田信忠が、稲方面から、金森長近が、飛田国から、徳川家康が、駿河国から、北条氏直が関東及び、伊豆国から武田領に侵攻を開始、甲州征伐。そして、 織田軍の侵攻の始まった2月14日に浅間山が噴火した。当時、浅間山の噴火は、東国で異変が起こる前兆だと考えられており、さらに噴火の時期が、朝敵使命及び、織田軍侵攻と重なってしまったために、武田軍は大いに動揺してしまったと考えられる。これらの侵攻に対して、武田軍では、組織的な抵抗ができなかった。稲口防衛を任せられた。 下条紳士親子は、過老、下条久兵衛の寝返りにより三河国へと逃亡。川尻秀高の軍が、稲口の滝の沢城を接収し、森長吉率いる先鋒軍が鳥居峠を経由して、下稲へと侵攻した。品の松尾城主の小笠原信美には呪しをあげて、織田軍の侵攻を手引きし、飯田城の星名正直は、高藤城に逃亡した。勝頼の叔父 信門は在場する太陽だ。徳川防戦の要であった、大島城を捨て海国に敗走し、稲戦線,線は崩壊した。勝頼は、今福畜前神を対象とする基礎討伐軍に、鳥居峠の奪取を命じたが、基礎軍に翻弄されて敗走。深祉城からの攻撃を計画していた、馬場、美野守は、安住、畜馬の反乱に足止めされていた。春焉方面では家康が、 小山城を奪還。抵抗する、与田信ブの田中城氏を迂回して、駿府に入った。持宗城の朝比奈の武器を配送させると田中城の与田信ブを下し、内容を約束していた、穴山信君の歓迎を受けた。この情報に接した、武田軍の将兵は、人間不信を起こし、将兵は勝頼を見捨て、隙を見ては逃げ出した。唯一、抵抗を見せたのは、 勝頼の弟である、西名森信が籠城する、高藤城だけであった。また母の実家である諏訪家の一門、諏訪来豊は、勝頼から礼遇されていたと言われているにもかかわらず、公衆性罰に乗じて、諏訪家再興をしようとする家臣の意見を聞かずに、鳥居峠の戦いで戦死しいる。同年3月、勝頼は、未完成の新婦城に放火して逃亡した。 勝頼は、小山田信繁の居城である、岩戸の城に逃げようとした。しかし、信繁は、小田方に投降することに方針を転換し、勝頼は進路を塞がれた。後方からは、滝川一正の追っ手に追われ、逃げ場所がないことを悟った、勝頼一行は、武田氏ゆかりの地である天目山西雲寺を目指した。しかし、その途上の電屋で追っ手に捕捉され、着難の信勝や、 性質の北条夫人と共に自害した天目山の戦い。去年三十七、これによって、甲斐、武田氏は滅亡した。時生は、おぼろなる月も、ほのかに雲かすみ晴れていくへの西の山の輪。勝頼よりの子休は、京都に送られ、長谷川総人によって一条王子の辻で教詞された。勝頼は、後継ぎの信勝が元服鎧木の式を済ませていなかったことから、 急いで陣中にあった小桜、川脅し鎧、国宝。武田家代々の家督の証とされ大切に保管されて、北を着せ、その後不死で自陣したという話が残っている。その後、鎧は家臣に託され、高額寺の庭に埋められたが、後年、徳川家康が入国した際に掘り出させ、再び、姿天神社に収められた。後に、徳川家康により寺として、 慶徳院が建てられ、信勝や北条夫人と共に、五代が祀られている。江戸以降に再興する武田家は、勝頼の兄で盲目のため出家していた、慈恵、雲の信近、龍だからの京筆出る。同時代では、上杉謙信や織田信長が、書状において、勝頼を武勇に優れた武将として評価していた。謙信は信長に対し、勝頼の武勇を警戒するよう注意している。 信長は、家督相続当初は勝頼を軽く見ていたが、東見の信仰が始まるとその武勇を高く評価するように転じる。長篠の合戦後は、もはや自分の脅いたり得ないと内外に公募するようになるが、公衆聖罰際に勝頼は、最後は必ず決戦を挑んでくると警戒しており、信忠に何度も、肩の前進をいさめている。また、三河物語によると、 勝頼の子宮と対面した信長は、日本に隠れなき弓取り慣れ、運が尽きさせたまいて、核ならせたまうものかなと、おあおのけりーと、勝頼は、運がなかったと感想を漏らしたという。なお信長は、武田両国進行開始直後に、越中において、勝頼が、地の利を生かして、信長不死を打ち取ったという虚報を流し、これを信じて放棄した、越中一向一揆を逆に鎮圧している。 これは逆に言えば、当時の人々にとって、勝頼は、信長と決戦をして勝利することが可能な武将だと認識されていたことがわかる。江戸時代初期に成立した、紅葉軍艦において勝頼は、強すぎる大将と記され、慎重さに駆けあとべ、長さから特定の家臣を寵愛し、武田家滅亡の原因を作ったとする評価が存在した。近世の武家社会では家を守り伝えるのは、 最も重要な特目であり、家を滅ぼすの愚行の極みとする通念があった。現在にも通じる勝頼に対する低い評価は、紅葉文化の記述とこの近世の武家の倫理規範が融合した結果だと考えられる。これに対し、近代には、山路藍山や徳富祖法が評論において、勝頼の再評価を試みた。戦後には、上野聖郎、帝本、武田勝頼、 1978年や平山優、武田勝頼の再評価勝頼はなぜ滅亡に追い込まれたの新不条の歴史学2001年が勝頼の自責を検討し再評価を試みた。新元気の拡大両国を継承した勝頼は在地期間は短いものの新元気に次ぐ残存文書が残されている。戦国大名武田氏の印番状は信ブトに創始され、 春の部、新元期に、流朱印状が創始され家印として定着し、新元後期には、天馬、船など用途別印も用いられた。勝頼よ期の発給文書は、新元期の方式を踏襲しているが、特徴として、流朱印状の比率が高いことが指摘され、これは、紅葉文館に記される天正2年、1574年の新元死去に際して800枚の、 流手院用紙準備されたとする内容を裏付け、春信部陰謀の流手院は、天正八年、1580年まで用いられている。新元死去の天正二年と葬儀の行われた、天正四年、1576年は、両国内における継ぎ目安度の文書が、数句発給されており、天正八年には、公越同盟の影響による、北条、徳川との対立が激化したため軍役関係の、 文書が数多く発給されている。天正三年1575年末には死死主因が創始されているが、これは同年5月の長篠の戦いにおける敗戦の影響から両国体制の再建を意図したものであるとされ、両国内の食事や納め物徴用において用いられている。また、活頼立期には市場領支配の定着による 一族文書の増加が指摘され、四条領主は独自の印藩を用いている。着男、信勝がいたが、天正十年、1582年に、父、勝頼と共に死んでいる。他に娘もいたが、詳細は分かっていない。娘の一人、定期は、小山田信繁の娘の工具姫、西名森信の娘らと共に、信玄の娘である松姫に連れられ、 武蔵国八王子に落ち延びた。以降、松姫や維新らにより養育され、後に、小学坊足利家の系統の江戸幕府高家旗元、宮原義久の性質となり、着南、宮原晴勝を生んだ。宮原義久の聖母は、上佐武田氏の一族である、マリアツ武田家のマリアツ信政の娘である。宮原氏の子孫は、高家旗元として幕末まで続いている。他 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。